岩手県観光プロモーション室の工藤です。新型コロナウイルス感染症の影響により往来ができない日々が続いておりますが、収束しましたら皆様のお越しをお待ちしております。岩の割れ目から大きく成長し、毎年きれいな花を咲かせるこの石割桜のように、困難を一緒に乗り越えて頑張りましょう。台湾の皆さん、こんにちは。こんにちは。各位台湾の朋友、大家好。私たちは盛岡三叉踊りが大好きなメンバーが集まった三叉好みと申します。我们是一群热爱盛冈三叉舞的成员，我们叫三叉舞同好会。実は私たち感謝祭で踊ったことがあるんです。其实我们也有在东北感谢祭上表演过哦。今日は皆さんと再会するのを願って踊らせていただきます。今天呢是期待可以赶快再见到台湾的各位，所以表演给大家看。踊りの中のサッコラチョイワヤシという掛け声は幸せを呼ぶという意味です。在舞蹈里面呢有一句サッコラチョイワヤシ是表示呼叫幸福的意思。今でも続いている疫病を退散させるという気持ちで精一杯踊ります。今天呢我们要代表大家呢把疫情退散，然后我们要带着这个心情来表演给大家。一日でも早く皆さんにお会いできることをみんなで願っております。我们期待呢可以早日的跟台湾的朋友见面哦。それではご覧ください、盛岡三叉踊りです。请各位大家欣赏盛冈三叉舞。岩手県は安心して遊べる観光
光スポットがいっぱいあるでやんすよ。岩手县有许多可以安心好玩的观光地哟。春になると5月の下旬から6月の上旬までしか見ることのできない奇跡の絶景八幡平ドラゴンアイは圧巻です。まるで本物の竜の瞳を見ているようですよ。また岩泉の地底湖に光り輝く流星島もおすすめです。每年到了五六月，在八幡平更是有难得一见的美景，真的是像龙的眼睛一样哦。还有在岩泉也有非常难得一见的龙泉洞哦。そして岩手といえばやっぱり海。海も絶景でやんすよ。宮古市にある浄土ヶ浜もとっても綺麗なんでやんす。青く透き通った海に白い岩肌、そして綺麗な緑の松のコントラストが最高でやんす。また宮古名物の冰丼はチャオハオツー。说到岩手少不了海岸的风景，宫古市的净土冰更是美景哦。绿色的松树跟白色的海滩真是绝配啊！当然，宫古的平洞也超好吃。そんな岩手県にはその他にもあったかい温泉や美味しい食べ物、魅力的な観光地がいっぱいあるでやんす。もちろん密を避けて感染症対策もバッチリでやんす。岩手还有其他很多好玩好吃，当然还有很多温泉，然后希望大家可以来这边避开人潮。我们这边的感染措施也做得非常好哦。岩手县，来来来！岩手県は365日、春夏秋冬いつ来ても楽しめる、そんな素敵な県でやんす。皆さんぜひ岩手県さ、ライライライ。皆様のおかげで一歩一歩復興に向かって歩んでまいりました。台湾の皆様、本当に温かいご支援ありがとうございました。どうぞ元気な岩手県さ、ぜひおでてくなんせ。311日本大地震已经过了10年，都是因为台湾的每位非常温暖的支援，让我们可以走到现在。那我们希望呢，可以在岩手再次见到台湾的大家。进来岩手吗？谢谢大家。快点去台湾，在岩手等大家。一起加油，一起加油吧。超愛台湾。近来岩手湾。岩手丸ごとおもてなし。